食べてみたかったんだよね。これミスタービーストが出しているチョコレートバーのフィースタブルズってやつ。ちょっと開けてみます。意外と小さいんだよね。これ開けるのむずいぞ。おお、こんな感じ。もうザ・チョコレートバーって感じだよね。なんかハーシーズみたいな。うん、チョコバーだね。これね、前ちょろっと動画見て気になったんだけど、日本ではね売ってなくて、メルカリとかで売ってるんだけど、とんでもない値段だしね。なんでこれを紹介してるかっていうと、シッピトゥって知ってます？海外から荷物を転送してくれるサービスなんですけど、それを紹介してみないかって言われたんですよ。でも特にね、国内で買えないもので欲しいものがなかったんで、そうだ、チョコバー食べてみようと思ってアメリカから取り寄せてみました。海外荷物転送サービスってなんだっていうのと、どう登録するのか、実際の手順はといった部分、これをね一緒に見ていけたらなと思います。今回はシッピというが代理で商品を購入してくれてるんで、私は買ってないんですよ。でもね、主だった手順は紹介できますので、見ていていただけると嬉しいです。それとブログ記事でも別のものを実際に買った時の詳細を書き記しているので、概要欄から見てみてください。まず海外荷物転送サービスってなんだっていう話をしていきます。日本からアメリカのサイトで物を買いたいとき、日本に国際発送してくれないブランドとかショップって未だに一定数あるんですよね。最近かなり減ってきましたけど、その場合って日本の住所を入力しても弾かれます。っていうか、そもそも入力できるようにフォームができてないので、現地に住んでる友達とか家族でもいないと罪じゃないですか。シッピトゥにアカウント登録すると、まずアメリカの住所がもらえるんですよ。まあ倉庫の中の整理番号みたいなものですけど、その住所を入力して、まずショップからアメリカの倉庫に発送してもらいます。そして倉庫に荷物が届くと、それを写真撮ってくれて、必要であればパッキングし直したりだとか、まあそのままのパターンもありますけど、出来上がったら日本へ発送してくれるんです。もちろんこれは有料なので、ショップから倉庫までの送料だとか、倉庫から日本までの送料がかかります。でも日本で買えないものを安心して知人などに頼らず買うことができるので、非常にありがたいサービスなんですよ。この話が来る前に、私使ったことあるんですけど、パッキングも丁寧だし、トラブルに見舞われたこともありません。日本に発送してくれないショップの他にね、100ドル高くみたいにやたら送料が高いとかもあるし、複数のショップでいろいろ買いたいからまとめたいなんて場合にも使えます。ゲーミングデバイスで言えば BenQ Zowie とか、アメリカの方が早いんですよ発売。まあ、これはいずれ日本には来るんですけど、早く欲しい人は BenQ Zowie のアメリカの公式サイトから買うっていうのが一番早いですね。あと昔はファイナルマウスとかグロリアスも日本で手に入れる手段がありませんでした。今はどっちも買えるようになりましたけど、それともう一つ例なんだけど、 eBay では日本への発送をしてくれる出品者もいるんですけど、中には適当に設定してて、一応ね確認のため問い合わせしてみると、いやいや発送しないよっていう人もね結構いるんですよ。そもそも US 国内オンリーの方も多々いるので、アメリカの住所を使えば購入先の幅がぐっと広がります。これ今日本から USA に住所変更しましたけど、表示されるオークションの品数が増えたの分かりますか？だからこっちの方が得っていう可能性もあるんですよ。さあさあ、気になるのは送料ですよね。一体いくら送料かかるんですかっていうね。これは決して安くはないです。で、見積もりページがあるので、これをちょっと見てみましょう。ここで倉庫を選択したりとかして、で住所をどこにするか、あと配送の重さ、まあ、荷物の中身の価格で、寸法でこのサイズを入れてあげると、だいたいいくらぐらいかっていうのが計算されます。前は T シャツとポーチを送ってもらって35ドルくらいでしたね。今回はチョコバーでしたが、DHL にある金額は60ドルぐらいになってますね。多分佐川急便の方で送ればもっともっと安いですけど、今回は、そんな感じになってます。何はともあれ会員登録だろっていうことで、まずはシッピっていうのを公式サイトにアクセスしてください。概要欄にリンク貼ってあります。荷物転送サービスって実はいくつかあって、私は過去3社ほど利用してたんですけど、サイトの作りがねちょっと甘いところが多かったんですよ。シッピというのが一番しっかりしてる。サイトが最も大事なビジネスの場なんだから、絶対ちゃんとしなきゃいかんでしょって思うんですけど、この会社が一番いいんで、その観点からも推しポイントなんですよね。もしね、動画じゃなくてもっとゆっくり会員登録したいよって場合、ブログでも紹介しているので、そちらも概要欄のリンクから飛んでもらって見ていただきたいなと思ってます。では実際にね会員登録していきましょう。
まず右上の登録するボタンを押します。そうするとこのようにメンバーシップを最初に選択することになります。プランが3つあるんですよ。これね、もちろん月額なしで使うこともできるんですけど、そこにはメリットデメリットあるので、その確認もしたいなと思ってます。スタンダード、プレミアム、ビジネスと3つありますが、ビジネスは大量発送するような人じゃなきゃ必要ないと思うので、スタンダードかプレミアムで迷うことになると思います。プレミアムにするとこのビジネスリワードプログラムが適用されるとかあるんですけど、一番大事なのはこの免税ショッピング。プレミアムだとオレゴン州の住所がもらえるんですけど、オレゴンって税率が 0% なんですよ。ですから税がかかるカリフォルニアから買うよりもぐっと安く買えるんですよ。買うものが高ければ高いほどこれお得になるので、プレミアムにするか迷うのはこの1点ですね。でこれね、プレミアムメンバー月払いだと10ドルなんですけど、年払いにすると60ドルなので、まあ確実に年払いの方がお得です。もし600ドルのものを買うとして税率が 10% だとすると、はっきり言ってプレミアムでオレゴンから買った方がトータルとしてはお得だよねっていう形になります。とはいえね、メンバーシップはいつでも変更可能なので、まずはスタンダードで始めちゃいましょう。年額0ドルのスタンダードプランを選択します。そうするとこのように名前とかを入力するフォームが出てきます。これ間違えちゃいけないのは、日本語で表示されてるんですけど全部英語で入力してください。で名前を入力して、国はね、ここに日本とか打てば出てくるので選択します。メールアドレス、パスワード、この辺は自分で入力してください。で紹介コードを入力、これは任意なんですけど BSK542 っていうのが私の紹介コードなので、これを入力してもらうと初回送料が 15% オフになります。なのでぜひ使ってください。メーリングリストいらない場合はこのチェックマークを逆に入れるです。でアカウントを作成する。はい、これでメールが送られましたと出てきました。でそうするとこのようにウェルカムメールが来るので、メールアドレスを確認を押してください。でアカウントを有効にする。ここにログイン画面が出てくるので、さっきのアドレスで入ってあげます。ログイン、はい、これが最初の画面です。でここに表示されているのがあなたの住所です。444アラスカアベニュースート BZC004、まあ、いわゆるこれが整理番号みたいなところですね。これはトーランス、カリフォルニア、アメリカですね。これクリックすると各行をコピーできるので、もしくはドラッグアンドロップでコピーしてください。この住所を使ってアメリカのショップで買い物をします。アカウントが作成できたので、今度は自分の住所を登録しておきます。まず右上のね、マイアカウントっていうところをクリックします。それから左側のメニューのアドレス帳を変更するをクリックしてください。そうするとね、住所が出てくるので、下の方にスクロールして、お客様の発送先および請求先住所、ここで新しい住所を追加するをクリックしてください。そうするとこのようにポップアップが出てきます。この住所のニックネームはだいたい分かりやすいのを入力しておけば OK です。ホームみたいなね、名前、社名があれば入力しておいてください。国は日本のままで OK。 住所なんですけど、これはまず番地から入れます。1丁目の1番地とかだったら1の1みたいなね、巻まで区切ってあげるといいかな。その次に町名を入れます。例えば適当ですけどゲーム町、こんな感じか。次に下、マンションだったら名前を入れてください。まず何号室かを入力します。でマンションの名前、これで OK。 市は特に説明不要ですね。横浜と入れておきます。州は、分かりにくいけど神奈川県で、郵便番号は、適当に入れてますけど、これ間違えないようにしてください。これハイフン入れた方がいいのか、入れなくていいか。電話番号はプラス81っていうのが国番号なので、日本の携帯だったら090だったら0を抜いて90、あとは適当にこんな感じで入れてあげてください。納税者番号は特に入れなくてもいいかな、ビジネスで使うんじゃなければ。最後にこちらを規定住所に指定するをチェック入れてから、保存する。これで住所が作成されましたと、こんな風に表示されているはずです。これ先に作っておかないと、結局ここに発送してもらうので手間が増えますから、最初に設定しておきましょう。まあ、今回何買ったかっていうと、ウォールマートでミスタービーストのチョコレートバーセットですね、これを買いました。では荷物が届いたので、こんな感じのメールが来ました。
ログインして見てみましょう。本来はこのね、要対応っていうところが今0になっちゃってますけど、これが1になってここに荷物が表示されるはずなんですよ。今回手続き中にね、荷物が入ってるのでこっちを見てみます。はい、ここにね、パッケージの詳細が出ていますね。で、まず写真が3枚ほど撮られています。これクリックすると大きくなるんですけど、まあいわゆる段ボールのね、外観ですね。中身ではありません。今回追加サービスでこのね、荷物の内容を写真撮影してくれるっていう 2.5 ドルのオプションが追加されてるんですけど、箱を開けて1回中身を写真撮ってくれるっていうサービスですね。そうすると頼んだものに間違いがなかったりとか、そういうののチェックが事前にできるってことです。それにちょっと時間が1日とかかかるので、今指示の手続き中ですっていうステータスになっています。だからこの真ん中のところに入ってるんですね。その他の情報でいうと、重量、サイズがきっちり表示されています。残りの保管期間がどれくらいか、到着が10月8日、倉庫の場所はカリフォルニアのトーランス。荷物の追跡番号っていうのも表示されるんですけど、ここは今ちょっと消してますね。1日待った結果なんですけど、やっぱり要対応の方に荷物が移動しましたね。これ見てみると、写真がね、2枚追加されてます。これクリックしてみると、中身の写真がこのように撮られていました。この後に税関申告書を完成させないといけないので、この目立つボタンをクリックしてあげます。そうするとこういうポップアップが出てくるので、まず1個ずつ見ていきましょう。私は自分で食べるので個人用の商品を丸します。ここでは香水、オイル、リチウムイオン、アルコール飲料かっていうので該当したらチェック入れるんですけど、私のはチョコレートバーなのでスルーします。この荷物に含まれる商品、この商品名っていうところに入力するんですけど、チョコレートバーじゃなくて、商品名をちゃんと入れてくれってなってます。このね、シューズじゃなくてエアジョーダン11だよとかね。今回の商品はウォールマートで買ったので、ここで調べてみます。フィースタブルズのこのハロウィンパックってやつですね。このタイトルをもうまんまコピーしちゃいます。ここにペースト。原産国はね、服とか中国とかベトナムとかいろいろあるとは思うんですけど、私はよくわかんないんで、もうアメリカ合衆国にしちゃえばいいやと思ってます。まあ、厳密にはダメかもしれないけどね。 14.97 ドルが2個だったので、トータルで 29.94 ドルになります。この重要なお知らせっていうのにチェック入れて、米国政府より要求にもチェック入れます。これで保存する。荷物が出荷準備完了のタブに入りました。下にスクロールしてみると、この緑色の文字でね、出荷準備完了って出てるのと、右側にボタンが表示されてます。荷物を発送するっていうやつですね。ここから今回私の場合は特例で、実際にはね、操作はしてないんですけど、皆様にも分かりやすいように手順を一つずつ紹介していきます。ではまず荷物を発送するのボタンをクリックすると、まず配送先住所を選択するという項目が出てきます。まあ、これは今ちょっと編集で全然変えちゃってるんで、皆さん自分の住所がちゃんと表示されてるか確認してください。この荷物を引き取りに行くにしちゃうと、カリフォルニアのトーランスまで取りに行かなきゃいけなくなるので、絶対配送を選んでくださいね。選択したら続ける。次に配送方法の選択です。ちなみに私は自腹の時は安いので、シッピーというプリファードキャリアである佐川急便を使います。一応今回ね、シッピーというのを佐川急便の方で見てみましょう。27ドルなので保険は任意選択ですね。で、続けるを押します。佐川急便の場合、荷物の中身に厳しいので追加情報が必要になります。このページはね、 DHL とか選択すると出てこないので、いろいろ入力するのが面倒だったり苦手だよっていう人は、高いお金払っても DHL とか選択すると楽だと思います。で、ここでスクロールしていくと、カテゴライズアイテムというメニューがあります。これをクリックしてあげて、そうするとね、ドロップダウンでバーっと出てくるので、今回自分が購入した商品のジャンルを決めてあげます。フードの場合ちょっと面倒くさいんですけど、ホーム&ガーデンというところに行きます。その中のフード&ビバレッジスの、今回はね、チョコレート買ったので、キャンディ、ガム、チョコレートという選択肢の中のチョコレートですね。まあ、結構階層複雑に入っていきましたけど、結構めんどくさいでしょう。この下の欄に購入した商品の URL を買ってあげるとかなりスムーズです。
今回で言うとウォールマートの、これを買ったので、ここのねアドレスを丸々コピーしてあげます。貼り付けと。これで OK。 まあこれ要するに税関申告書で申請した値段と実際に購入した値段が一致してますよねっていうのを確認するためのようです。たまにねその辺安く申告したりする人もいるみたいなので、OK だったら続けるをします。次のページで購入した時の領収書とか追加処理を添付しろって書いてあるんですけど、これも値段一致させるためのものですね。先ほど入力した URL で値段がしっかり確認できるんだったら、これは別にアップロードしなくても問題ないみたいです。必要であればもしくは PDF で持ってたらアップロードしてあげると親切だと思います。で、私は今回必要ないので続けるをします。ここは追加サービスといって、梱包材だったりセキュリティ用テープ、壊れ物シール、商品から値札を外してくださいよっていう追加オプションを選択できます。で、今回必要ないので続けるを押します。最後にお支払いとなります。この右側に注文概要っていうのが出てるので、おかしなところがないか確認してください。支払い方法は PayPal とかクレジットカード各種 Apple Pay とかが選択できます。今回初めてであれば概要欄にあるリンクを踏んでアカウント登録してもらうと、初回は自動で国際送料 15% オフがつくはずですので、ぜひ。最後、最終確認のページになります。自分の住所、配送方法、追加サービスの有無、注文概要の値段ですね。で、荷物がこれ、申告価格、お支払いをどうするか、この辺まあミスるとちょっとめんどくさいんで、最後にちゃんと確認してください。支払うと出荷が進みます。本来であれば最終確認で支払うを押すと、このように依頼が送信されましたと出ます。これで完了ね。早ければ翌日くらいにはもう配送が始まるはずなんですけど、そうすると一番上のタブ、これ倉庫の荷物っていうところから出荷済み荷物っていうところに荷物が移動します。配送中の方にね1って表示出てると思うんですけど、ちなみにこの到着済みもね1って出てますけど、これは何かと言いますと、昔使った時の名残ですね。 A って書いてあるんですけど、これいつまでもあるんだな。佐川エクスプレスで合計 35.63 ドルって感じでした。これ中身は確か T シャツとポーチを2つぐらい選んで A24 のサイトから買ったんですけど、まあ、結構リーズナブルかなという感じでした。配送中の荷物に戻りますと、ステータスは英語ですけど、まあ、もう倉庫から荷物出ましたよって出てます。このすぐ右にある追跡履歴をクリックすると詳細な履歴を見られるんですけど、私の場合ね今回何も見えなかったです。これは今回特別にマニュアルでラベル作ったかららしくて、通常はね問題なく見られるはずなので大丈夫です。請求合計は今回ゼロになってます。本来であればここに送料が表示されます。さっきの到着済みで見た感じと同じですね。まあ、確認するのはこれくらいで、あとは荷物が到着するのを待つことになります。さあ届きましたね。こんな感じの箱で到着です。DHL の発送通知がメールできてからだいたい3日ほどで届きました。最初3日かかるって言ってたんですけど、ドンピシャオンタイムでしたね。発送されたら DHL 早いです。これねマウスはこんぐらいのサイズ感でした。写真見た時ねもっと大きいかなと思ったんですけど、意外と小さかったですね。これを3辺を測ってみると、まあ、すごくざっくりだけど43、63ぐらい。日本サイズで言うとちょっと60オーバーって感じかな。重さがどれくらいかと言いますと、ちょっと測ってみます。だいたい1キロぐらいですね。ちょうど1000グラムって感じでした。まあそれなりに重いですけど、めちゃめちゃ重いってわけじゃないっていうかね。開けてみるとこんな感じの梱包。まあ結構スカスカっちゃスカスカですね。まあ多分これウォルマートの梱包なんだろうけどね。一回食べてみたかったんでちょっと今回注文しちゃいました。これを2箱って感じなんですけど、中身はねどうなってるかな、こんな感じ。特に割れてなさそうだし、あ、これ割れてるな、これ割れてない、これも割れてない。まあこんなチョコレートバー割れちゃうのはまあ仕方ない部分であると思いますね。普通に輸送中に。とにかくねこれ無事届いて一安心です。
食品の配送ってアメリカだとちょっと面倒らしくて、多くのショップで買おうとするとシッピングじゃなくてデリバリーって出るんですよ。このデリバリーだと倉庫に届けられると誰宛てかわからないパターンがあるみたいで、シッピトゥでは使用不可となっています。なのでね、小分けで買うのが難しくて、ある程度こういう風にまとまったセット商品などをシッピングで買うことになります。本当はね、チョコレート単発でいろいろ複数枚買いたかったんだけど、私は今回こういう12パック入っているハロウィンセットをシッピングで買いました。娘にあげようと思います。これ余談ですけど、食品買う時の注意点でした。ここまでシッピトゥの使い方を見てきました。やっぱり倉庫を経由するだけあるし、そもそも海外から日本への送料ってバカにならない値段なんですけど、私は欲しいものを手に入れるためだったら全然許せると思っちゃう人なので、海外でしか手に入らないレアアイテム、限定品などを狙う機会があるのであれば、とりあえず無料アカウントでも持っているといいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録といいねよろしくお願いします。ゲームギークでした。